シリーン地図 Google マップ、我が岳我が山海は、秋田、岩手県境にある、山海で、大雨山脈マヒル山地の一部、奥深い原生自然とブナ根生林、さらに巨樹、巨木の存在によって知られている。我が山海は、東北地方の背骨として南北に縦走する、大雨山脈のうち、秋田県と岩手県の県境にある、非火山性の山地、マヒル山地から、 主砲の真昼山とその周辺域を除いた一帯を言う。我が山海の主砲は我が岳であり、北は仙岸峠から、南は牧渓谷、東は和が川上流部、西は抱き返り渓谷に囲まれた南北約4 0トル東西約2 0トル合計面積約3万ヘクタールをその範囲とする。行政地理上は秋田県側の大仙市、仙北市、 三里町、岩手県側の西和賀町、雫石町にまたがる和賀山海自然学術調査会の調査によって知られるところとなったように、その自然環境において際立った特徴を備えた厳正自然度の高い地域である。和賀山海とは、そうした点を捉えて特に区別するために和賀山海自然学術調査会によって提唱されたであり、同会による調査報告書、 我が山海自然学術調査会1999の発表後、一般向けの登山案内書でも用いられるほどに広く知られるようになった。我が山海は、鉱山体制から低地性まで、あるいは断地性から寒地性までの様々な植物が混在し、希少植物に富む。また、最高峰の我が岳でさえ2000メートルに満たず、決して高山とは言えないにもかかわらず、ほとんどの山は、 登山対象としては至難であり、またぎや専門の山菜採りなどを除けば、革新地域における人的活動は皆無ではないにせよ、わずかであった。加えて、大湯山脈に完結的に現れる非火山性地域であることから、急激な火山活動に見舞われることがなく、動植物にとって比較的安定した生息環境が保たれてきた。和賀山界の三名和賀山界の山々は、 陶器の多量の積雪や厳しい季節風などの寒冷な気候にさらされ、標高1000メートルを過ぎたあたりで森林限界を超え、鉱山体制の植物症を示すところもある。山域は標高1000メートル前後の比較的起伏の少ない山梁が北東から南西方向に走り、最高点は主峰、和賀岳の1440メートルである。 狩猟線上の大荒沢武サの北西にそびえる、朝日岳からはさらに北西方向に伸びるマ尾オと呼ばれる狩猟線が伸び、狩猟線との間の谷は西方内側の源流部を抱く。狩猟線の西には、白岩・武、小滝山を含む、副領があり、山域全体の全英方が連なる。線自体は平坦であるが、山腹は、 侵食が進み、深い谷と急斜面からなっている。地質的に元岩となるのは、行海岩であり、他に玄武岩、河口岩などがある。こうした地質的構成は、白上山地と近似している。これらの山々の尾根に挟まれた多くの谷があり、太平洋岸と日本海岸を隔てる中央分水嶺に連なる大羽山脈の一角を占めることから、 太平洋に流れ込む北上川の水系及び日本海に注ぐ小物川の水系の源流部を抱えている。小物川源流部の主要な水系は西保内川、堀内沢、牧渓谷,谷を含む西内川、川口川の4つに内部される。これら4つの水系はさらに大小のし沢に分かれ、ピークや稜線に向かって突き上げていく。これらの渓谷の中には、 一般的な登山ルートのない山への登山ルートとなっているものもある。我が岳は3階の手法。標高1439メートル。登山ルートは秋田県川大仙市を立ち、牧渓谷から薬師岳市、小杉山を経営するか、岩手県沢内村から我が川源流を横断するかの2つが知られているが、いずれも長時間を要するロングトレールとなる。日本200名山の1つである。 薬師岳から狩猟船を北上するルートは、夏季には高山植物が見事な花畑をなす。薬師岳から和賀岳にかけての狩猟船上は、風潮草原と言われ、風当たりを遮るものがないため、風当たりが強く、冬季には季節風や積雪の影響を直に受けることになる。そうした地形のために、樹木の成長が阻まれ、 鉱山体制の植物賞が見られるようになった。最盛期の7月には、日光キスゲ、峠吹き、イブキトラノー、白山風炉、縦山ウツボグサ、ミネウス雪草などの鉱山植物に彩られる。我が岳は、古い民族名によれば、阿弥陀岳とも呼ばれており、山岳信仰の山であったと推定されている。今日ではその痕跡は、 わずかに山頂の少子の存在に見出されるのみである。朝日岳は、狩猟線上のダイアラサワ・タケシから北西に、伸びる資料の上にある山、標高1376メートル。各地にある同盟の山との区別のため、宇ご朝日岳とも呼ばれる。古くは、朝日木ことも呼ばれ、周辺に、木だ岳、二の、沢木戸、千戸内木こなどの未踏法を従える。 朝日岳から派生する尾根に囲まれた谷は高く切れ落ち、山陵にも自然林や低木林が密生しているため、一般的な登山ルートが開かれていない。そのため、最も良好な原生自然が維持されている。朝日岳一帯への登山は、沢登りが唯一の方法であり、加えて極めて難易度が高いため、アプローチは困難である。 朝日岳への一般的な登山ルートは、北西の部名水沢を利用するものである。他にも西北内側や堀内宅を利用することも可能であるが、いずれも厳しいルートである。山頂一帯はシーズンには、高山植物に覆われ、白山一魚や薄雪草が見られる。山頂には、昭和3年8月17日の名が刻まれた三名碑が置かれている。 これは、1928年に、聖保内の山岳愛好者らが設置したものだと、言われている、白岩武氏は、我が山海の前衛法である。山岳信仰とブナ混成林の山として知られる、標高1177メートル。山頂南両線上にある、白岩薬氏は、角の建地域において、病魔大山の信仰を集めてきた。 仙北主角の伊達町白岩からの登山道中腹には、見事なブナ根性林があるほか、白岩武志北東の塩根には、日本一の監修町を持つとされるブナの巨地がある。白岩から登山道をたどり、標高700メートルを超えたあたりに獅子小屋跡と呼ばれる場所がある。青獅子を狩るために、マタギが設営した小屋の跡と伝えられる場所だが、この獅子小屋跡を超えたあたりは、 見事な舟林が広がる一帯である。獅子小屋より南西方向の上部、及び獅子小屋跡の少し上部から走って北に下降する高田尾根や、さらにその下方、抱き返り渓谷左岸を走る天酒長根は、ほぼ純林といえる舟林に占められている。天酒長根には、常実の日本一の舟がある。海吹岳は、我が山海最北の山。 標高992.4メートル。山頂からの眺望に優れ、おぼない川源流部を挟んで対岸の朝日岳や木古岳を望むことができる。標高1000メートルに満たないにもかかわらず、山頂周辺は森林限界を超えた植物症を示し、貴重な鉱山植物の自生が確認されている。薬師岳は狩猟線上の山。 標高千二百十八メートル、和賀田系の秋田川からのアプローチルートとして知られる、牧渓谷沿いに走る牧林道の寒露水分期から、登山ルートは始まる。水柄林、うな林を経て、ブナ台のあたりからはブナ川遊林の中を歩いて行く。曲がり沢水場から滝草避難小屋跡の9等、滝草避難小屋跡からの九十九折を経て、 植物症は低寒木林に変化し、Y 聖部な、ダケカンバ、シナノ木などが岩場を覆うのが目立つようになる。この辺りからは同時に色鮮やかな鉱山植物が現れ始める。狩猟線にたどり着くと、南には鉱山やマヒル山地、北には薬師岳と早地根山の掃除法が望まれるようになるが、ピークへの最後の登りにかかるまで和岳の姿は視界に入ってこない。 山頂にはお薬師様の少子があり、多くの民族山岳信仰を忍ばせる。鉱山は、西内川上流部、牧渓谷の奥にそびえる山。標高線12.8メートル。我が山海南部で最も重要な原生自然地帯。2003年、登山道整備の際の作業ミスにより、貴重な矮星ブナが伐採されてしまった。 薬師岳と同じく、牧林道の感度水分器から、登山ルートは始まる。植林地を経て、うなを抜けると、樹木の背が低くなってゆき、低木林に変化してゆくのがわかる。鉱山の山頂は、千島笹や白山尺投げに覆われた小ピークで、北側の九峻長崖は、高沢のと、上げである。この北側崖には、奥鳥兜の群生が見られる。 狩猟戦場できたに隣接する大港までの尾根には、シナノキやキャラボクの低木林に守られたコケモモや岩鏡、白山風炉の群生が見られる。東北地方の背骨、中央分水嶺の一部に連なる大宇山脈は火山性の山脈であるが、完結的に非火山性の山地が現れる。大宇山脈主猟から約 20km 東の 火山フロントの西側にだけある第四期火山群の一つ岩手火山群を南に離れたマヒル山地の一部が和賀山海である。和賀山海は地質活動による隆起と最終表記における周氷河性の活動により形成されたものであることから特徴的な急峻な地形を示しており崩壊や地滑りも珍しくない周氷河性の急峻な斜面は 五氷記の降水量増加などの気候変動により、侵食されつつあり、多くの崩壊面を示している。我が山海を含む、マヒル山地は、主に新大山基中心与内市先進よの火山岩、火災岩類と白亜紀の加工岩類からなる山体が、東西両側の活断層の活動により、山側が逆断層となって隆起することで形成された。 このような地質活動は百数十万年前の第四期更新予の初期に始まったとされる。有史時代の記録をもとにした、流気速度の推定値は0.5から1.0メートル、千年と考えられているが、これは日本の産地の平均値である0.1から1.0メートル、千年と比較すると大きい方に属する。この他地震のような急激な地質活動では、 近いところで1896年に起きた陸雨地震でマヒル山地が2から3メートル流気したことが挙げられる。この時出現したのが川船断層、千屋断層、白岩断層などの地震断層である。マヒル岳を含むこの山地一帯は太平洋プレートが潜り込む境界の大陸側に形成される逆断層型流気体の頂部を連ねた。 石量飛火山の典型構造を示している。山階の東部斜面の一帯は、東北地方でも屈指と言われる、降水量があるために侵食作用が著しく、深くて険しい谷が刻まれ、水量に富む河川が形成されている。そうした、急旬な侵食がけの顕著な姿を、西方内側の源流部にあたる、朝日岳の刺繍やナイ内ッコの南尾根に見ることが、できる。 このような侵食崖は、大量の降雪と積雪の吹き溜まりが、両線の東側でなだれを起こすことが、地質時代から繰り返し起きてきたことにより、表層が削り落とされて形成されたものである。また、そうした侵食崖は、東西方向の走行性が確認されるが、西側斜面には見られない。これは、事項に述べるように、冬の季節風の影響によるものである。また、 主猟船のピークや尾根に見られる構造度と呼ばれる地形は、強風により雪が吹き飛ばされ、冬季の長時間に及ぶ凍結と春、秋の凍結という回の繰り返しにより生じた、島上、海岸上の拉致である。この構造度は、一般に表面が不安定であり、わずかな土壌も貧栄養であるため、ほとんどの植物にとっては、生育に適さない。しかし、 反面でそうした環境は、鉱山帯や氷記の環境に似ており、高山植物にとっては耐えうるものであることから、偽鉱山帯制の植物症が形成されている。そうした意味で、かかる環境が植物症の豊かさをもたらしているということができる。我が山海の地形を特徴づける、もう一つの特質は、周表が地形である。我が山海、特に朝日岳山頂部に見られる。 周氷河地形を形成したのは、約2万年前の最終表記における周氷河作用であり、周氷河性平滑斜面や雪窪である。周氷河性平滑斜面は、主に最終表記に岩石の凍結破砕や凍結、誘拐による岩屑の移動といった周氷河作用で形成された斜面である。浅日岳では周氷河性平滑斜面が広く見られるが、特に目立つのは、 西側斜面である。これは西側斜面が冬の季節風に強くさらされて積雪が吹き払われるため、周氷が作用から地表が保護されなかったためと考えられている。雪窪は旭日岳北方の主猟線東側に見られるカール様の窪地を指すとされる。それらの窪地は残雪が多く残ることからそのように考えられているが、 形成過程は明らかではない。残雪が遅くまで残るため、沼ヶ谷を中心とする雪多植生が見られる。我が山海は非火山性産地の植生分布を示している。その植生は複雑かつ瞬間な地形のために、特定の植生が一面性を持って山域を覆うことはなく、地形、地質、土壌などに即して多様な姿を示す。 大雨山脈は冬の北西季節風や初夏の冷涼な東北季節風を浴び、それらを日本海側に越えさせている。日本海側、すなわち秋田県側の山脈西側斜面は冬季には多量の降雪を見る。早ければ10月後半には山は白く染まり、11月から翌年5月までは厚い積雪層が山々に覆いかぶさる。 このように一年の半分を積雪に覆われることによりもたらされた潤沢な水を得て春の訪れと共に芽吹いた植物は山々を緑に彩ってゆく。このようにして汎用された広大かつ豊かな自然林から形成される流域を持つ渓谷は安定した豊かな水量を称え再び山々の植物を育む。こうした環境において形成されてきた我が山海の自然林は 日本海側の他の山岳と同様にブナミズナラなどの広葉樹林、足薄ウスギクロベ北五葉、ヒノキアスナロなどの新葉樹で構成されているが、特徴的なのはそれらの樹種の根光林が広く見られることである。例えば、西方内側や袖川沢では杉とブナの根光林がある。また、抱き返り渓谷岩の小影山にはブナミズナラクリクロベとチノキなどの巨樹の森が見られる。 こうした我が山海の森は、日本海のブナ林を代表する白神山地のような、ブナ純林であることよりも、様々な樹木が混成する、多様性において特徴づけられ、それは、また多様な動植物が生育できる環境である、ことをも意味している。我が山海の全域はほぼ常実のような多様な森林に覆われ、山頂や稜線などにわずかに、低木群落や草原が見られる。 森林帯は、ブナミズナラなどの紅葉樹、杉などの針葉樹で構成されるが、領樹種の雑多な根性が少なからず見られる。森林帯上部に出ると、ハイマツのほか、ミネカエデミヤマナラミネヤナギなどの寒木や、チシマザザの群生が見られる。おおむね標高600メートル付近までは、コナラミズナラ等の虹林や杉植林が見られ、標高の高いところでは、針葉樹が優越する。 朝日岳や和賀岳などの稜線上の草原や、鉱山、中野沢岳などのなだれ斜面には、数多くの鉱山植物群が見られる。これらの鉱山植物群が定期性の植物と、共存している例も少なからず見られ、期間を呈する。沢筋は険しく、大板鳥や北武器などの大型紅葉草原が、著しいほか、菓子団球場には沢ぐるみを中心とする軽半銀が、見られる。 我が山界には厳密な意味で人の手の全く入っていない原生林は乏しいが、それでも秋田県側の自然林のうち、樹齢100年以上の自然林面積は15,885ヘクタールに及ぶと言われ、これに岩手県側の自然林を合すれば2万ヘクタールを優に越す自然林があることになる。火力林退編集我が山界自然学術調査会において、 植生調査を担当した大畑つゆきは、東北地方日本海側沿岸の舟林に2個の群落単位が見られると指摘している。一つは、寒斜面で広く、湿潤な立地のものと、尾根筋、内支給斜面で、やや乾燥傾向の立地にあるものである。後者に属するマルバマン作大ブナ群集が、我が山海の舟林で最も広い面積を占めており、森林限界まで登っている。 我が山海では阿光山大成信用樹林が存在しないため、その代替になっているものと考えられる。他方、前者に属する姫青木舟群衆も限られているとは、いえ事例があり、薬師だけ避難小屋周辺や堀内沢中流部に見ることができる。足薄ギ群衆、編集日本の杉は、太平洋岸の杉、日本海側の足薄ギ。 シ島のス杉の3つの変種内しアッシュに区分されると考えられ、形態的、生態的な差異も認められる。秋田県に広く自生地が見られるアッシュ杉は、商用樹林帯から新洋樹林帯にかけて広く見られ、アコウ山体性新洋樹林のない積雪地では、森林限界にまで上り、廃末と接する、あるいは混成する場合も見られる。 我が山回には足薄木の自然林が広く見られ、尾根筋に近いところに分布している。1995年の調査をもとに、大畑つゆきは杉を含む群落分類について足薄木群集を提案した。一定の質の環境空間に一定の種類組成を持つものが群落単位であるとの観点からすれば、足薄木は杉優先林を明らかに形成している。 足薄木が生育することによりその環境空間が独特の質を帯びることを大場は指摘し、その意味で丸場満作、大場ナの解体位として扱うことは不適切であるとした。宮間ナラ群衆、編集、宮間ナラは積雪が多く針葉樹林帯を各地域に多く分布し、阿光山対針葉樹林帯の代理群落とも見られる。土壌の厚い火山の監 我が山海における宮間ならは、校舎のような混合群落に分布し、優先林は少ない。こうした低木群落は、胸林上限と、廃末群落下限の間に見られる。低木に遮られて、林の下の臨床の植生は貧弱である。我が山海における低木群落の特徴としては、本来団地性の植物である南国峰エでや、 太平洋岸のブナ林の臨床に生える木花ウツギが混在すること、さらに希少種のおさばグサが密なところが見られるなどが挙げられる。木花ウツギが多節産地に生ずる例は他に見られない。新葉樹林、編集和賀山海ではおよそ標高1200メートルを超える山頂部や尾根筋では肺松群落が見られる。本州中部山岳地帯に見られる。 大規模群落とは異なり、低木化した落葉醤葉樹林の上端に接し、落葉醤葉樹林を構成する樹種と混交しているのが普通である。多くの場合、千島笹群落を隣接群落とし、島上、または体上に広がり、広い面的な分布を持たない、七かまど大亀の木峰替えでのりうつぎなどの落葉醤葉樹林を構成する植物種を多く交えるハイマツ林は、 中部地方から東北地方にかけての積雪量の多い山地に広く見られる。我が山海の森林はまた巨人の森を抱えることでも知られる。しかし、記述のように、急峻な地形のために調査もままならないため、巨人の森の姿が知られるようになったのはごく近年のことである。以下に代表的な事例を記述する。昭影山は、 抱き返り渓谷の右岸にあり、渓谷を挟んで、白岩武と向かい合う、干渉地帯の山である。標高558メートル。三角点がある山頂は、雨岳と呼ばれ、小影山とは、雨岳一帯の山梁の総称である。標高は1000メートルにも、はるかに満たないが、小影山には、世紀の登山道と言い得るものがない。 渓谷上流の神代ダムの発電所からの送電線の保守管理道が山中に伸びており、入山にはそれを利用する。昭影山の巨樹の森に行くには、アメ東側の藪がかった台地を行かなければならない。記述のように、昭影山は紅葉樹林の山である。白井は武士のが確認されるまで、日本一とされていたブナだけでなく、 水なら、黒べ、栗、ブナなどの見事な巨樹の原生林が広がっている。白井は竹下残道の獅子や跡から抱き返り渓谷まで北に伸びる全長約4キロメートルの尾根を高田尾根と呼ぶ。この尾根の下方にある天酒長根と呼ばれる尾根上、標高5 0 0ルほどの大地にあるのが通称、雪地蔵のブナである。このブナは、 2005年時点で日本一の未木衆を持つブナとして知られている。周囲の森林はブナ林とされているもののブナは多くなく、ヒノキアスナロが目立つ。薬師岳登山口となる寒露水分機の入り口付近の杉植林帯を抜けると、直ちに水なら巨樹群に出会う。さらに旧又木小屋方面からの旧道との交流点周辺にはブナと水ならの根性林が見られる。 水ならや土地の木、サーぐるみは通常、舟林体よりも低い沢筋に分布する紅葉樹であり、これらが混成するのは貴重な植生である。合流点からやや上部には、幹周6.9メートル、推定樹齢500年と言われる水なら古木がある。森はさらにこの先、舟林に移行する。孔田沢は、抱き返り渓谷の支流で、 沢に架か,かる百広の滝付近の右岸に切れ上がる急斜面に日本第二の栗巨木がある。周辺は、幹周6.9メートルの水なら巨樹などがある、巨樹林である。この一帯へは、森林管理省が設置した簡単な道標もあるが、道は不明確である。右岸斜面情報には、神代ダムへ伸びる尾根が続いており、ブナ原生林が見られる。オブさんとは、 川口川の北の又沢と南の又沢の分岐点の下部、柳沢と小布沢を隔てる尾根の通称で黒沢大大山の塩根の一部である。この尾根状の天然杉や水ならの根性林の中にそびえるのが小布山の大杉である。この山域では杉巨木は比較的珍しい。 こうした我が山海の自然環境の特質は、特に地元の登山愛好家たちの間では、ある程度知られており、1978年には愛好家たちの手によって、山海の沢と尾根についての記録集がまとめられている。しかし、山海のほとんどの地域、とりわけ源流部は依然として、調査の及ばない空白地域となっていた。結果として、 人的活動や開発が及ばない一方で、倒査や環境調査も行われず、我が三海の自然の重要性が知られることもなかった。その傍証として、公的な保護のもとに置かれた範囲も限定されたものであり、秋田県川の牧、真昼県立自然公園及び我がだけ、自然環境保全地域に過ぎなかったことが挙げられよう。しかし、1992年には、 三海の革新域にあたる堀内沢での大型砂防ダム建設計画、ついで秋田県側の牧渓谷における県営ダム計画が持ち上がった。こうした状況に対し、地元愛好からは全国の植物、地質、生物の専門家を交えて、我が三海の自然に関する系統的な学術調査を実施するため、我が三海自然学術調査会を立ち上げた。同調査会は、 およそ10年の歳月をかけ調査報告書、我が三海自然学術調査会1999を刊行し、それまで実質的に未知であった我が三海の自然の所想を世に知らしめた。この活動が一つの大きな契機となり、堀内拓の工事は下流に沈下式床固め工事を施行する形に変更され、薪渓谷のダム計画も中止された。さらに、 2000年から2002年にかけて、林野町によって植物群落保護区や緑の回廊への指定が行われたほか、秋田県側においても7237ヘクタールが県長獣保護区一気に指定された。しかしながら、見事なブナ林が見られる白岩竹市町部やその市を根、ね、高田尾根に近接するダヤイ,イザー林道沿いでは、いつ伐採が行われるかわからない状況であるなど、 懸念材料は依然として残されている。本文中の記述は突起なき限り、下記2点の文献に基づく。上記2点の文献で不十分な点などについて以下の文献を参照した。ありがとうございます。